タレント熊田曜子39の夫が暴行容疑で逮捕されていたことが21日分かった。熊田の顔を叩くなどしたという所属事務所は認めた上で、熊田を支えていくという気持ちにいささかも揺るぎはありませんとした。関係者によると、深夜に夫婦間で口論になり、熊田の顔を叩いたり体を蹴るなどした。熊田自ら110番通報し逮捕となった。熊田はまだ被害届は取り下げてないが、夫は20日に釈放されたという。現在は双方が弁護士を立てて協議中、離婚を含めてまだ結論は出ていない。熊田は20日、自身のインスタグラムにお気に入りのバッグを紹介する動画をアップ。翌21日にになって事件を知ったファンから、大丈夫ですか、こんな綺麗な奥さん大事にしないなんて罰当たりだなどと激励のメッセージが届いている。熊田は会社経営の男性と12年に結婚し、同年長女を出産、15年に次女、18年に三女を出産した。一昨年頃にはインスタに夫への不満を綴ることもあり、夫婦仲が心配されていた。